社会党、社会党、社会党は、フランスの社会民主主義、中道左派政党である。略称は、中道派の共和党と対する主要二大政党の一つである。社会主義インターナショナル加盟政党、ミッテラン、オランドの二人の大統領、ジョスパンラ計六人の首相を輩出している。フランスにおける、社会主義政党の起源は、 第三共和制が発足した1870年代まで遡ることができる。様々な思想を背景に成立した諸政党は1902年までにジュール・ゲイドを中心とする左派のフンス国社会党 PSDF とジャンジョレスを中心とする右派のフランス社会党 PSF にまとまり、この2党は1905年第2インターナショナル、労働者インターナショナルの提言を受け入れに、 インターフランス支部としての旧社会党、スフィオ、統一社会党ともに統合された。スフィオは決闘後9年で第一次世界大戦の勃発に直面し、反戦を衝動していた指導者ジョレスが右翼に殺された後にはゲードが入閣するなど政府の戦争遂行政策に協力した。ところが、大戦末期頃から主流派に反対し反戦を唱える。 党内左派が勢力を増し、ロシア革命の成功にも影響されて主導権を掌握した左派は1920年コミンテルンへの加盟を決議して、党を共産党へと、改め、レオン・ブルムをはじめとして、コミンテルン加盟に反対する少数派の社会民主主義者たちは過労じてスフィオの党名を維持した。しかしスフィオはその後順調に党勢を回復、当初対立していた。 共産党とも協力関係を結び1936年にはブルムによる人民戦線政権が発足した。その後のナチスドイツによる占領とビシー政権による支配の時期、多くのスフィオ党員はレジスタンス運動に活躍し、その実績を背景に第二次世界大戦後初期のフランス政治の一翼を担った。 1950年代末に始まるドイコールゴール時代において、スフィオは当初ドイコールゴールに協力したもののほど、なくして対立を深めて、下付け、ギーモレ初期長の下ドイコールゴール体制下での野党、第一党として存在感をした。しかし1968年の5月危機に直面して、スフィオは、第五共和制に不満を抱く民衆に対し左翼の、 側からの長期的ビジョンを提示するだけの力量がないことが露呈、直後の総選挙で大敗した。党内からは、社会主義調査センター、シリーズなど、左派の理論化集団を中心に、党組織を大胆に再編成するべきであるとの意見が紛失し、スフィオは、ついに従来の党を解消し、スフィオを中心にする、左派連合、民主社会左翼連盟、 FGDS を母体にして新たな社会党に移行することを決定した。戦術のスフィオの決定に基づき、フランス社会党 PS は、ギーモレが率いる旧来のスフィオに FGDS 参加の都がそれぞれに率いる勢力が合流して1969年にひとまず誕生した。その後、1971年6月に開催されたエピネ大会で、 共和制度会議代表フランソワ・ミッテラン、マルクス主義のシリーズ代表ジャンピエール・シュベーヌマン、北部出身の社会主義の党首ピエール・モーロは、中道社会主義者、ガストン・ド・フェールらを中心に、フランスの社会主義者が、大同団結し、社会党に合流する形で現在至る組織が、形成された。第一初期には、旧社会党員ではなく、共産党との連携を主張するミッテランが、 新規合流組の結束により就任した。九百七十二年六月、ミッテランはユーロコミュニズム路線を推し進めていたフランス共産党と左翼政府共同行領を締結し、九百七十三年の国民議会選挙、総選挙で復調を得た。九百七十四年、ジョルジュ・ポンピドゥ大統領が任期中に死亡したことにより実施された大統領選挙に、 左翼統一候補として再びミッテランが立候補、バレリー・ジスカールデスタン、独立共和派に敗北するも、金差まで迫った。1974年の末に、かつてスフィオから分離した統一社会党、スーからリーダーのミシェル・ロカールを含めた一部メンバーが再合流した。彼らは左翼キリスト教徒とヒマルクス主義のグループを代表し、党内で、 最も保守的なメンバーとして、フランスの社会主義が、市場経済を明確に受け入れた、ヨーロッパの社会民主主義路線であるべきと主張した。また、社会党の議席増加の勢いは、共産党を恐れさせ、両党は、共同綱領の更新に失敗した。世論調査の全人気にもかかわらず、左翼連合は1978年の総選挙で敗北したが、 1936年以来初めて、社会党は共産党より多くの議席を獲得し、左翼第一党の地位を得た。この結果は、党内部の危機を引き起こした。ミッテランの社協共闘路線に対して、ロカールは共同綱領が古めかしく、非現実的であり捨てることを要求したのである。ミッテランは引き続き社会党と共産党の間の、 同盟なしで左翼が勝つことができないとして、ロカールに人気があったにもかかわらず1979年の党大会で勝利し、1981年の大統領選挙の社会党候補に選ばれた。1981年5月10日の大統領選挙で、ミッテランが現職のジスカールデスタンを打ち破って当選して、以降、主要政党として定着した。 1981年の大統領選挙に続く6月の総選挙で第一党になり、社協連合政権が発足し、大統領職と首相職を社会党が独占した。首相にはピエール・モーロワが就任。政権発足時より国有化や積極的投資政策、労働時間の削減等の伝統的な社会主義政策を取ってきたが、 インフレや国際情勢に押されて、1982年6月、一転、財政義に詰めなどの緊縮政策に転換した。1984年7月、モーロは内閣が退陣し、ローラン・ファビウスが首相に就任。共産党は連合政権から離脱した。1986年3月の総選挙では、共和国連合、RPR とフランス民主連合、 UDF の保守、中道連合に敗北して、社会党のミッテラン大統領と共和国連合のジャック・シラク首相の組み合わせで捕獲ともというねじれた第一次コアビタシオンが生まれた。1988年5月、ミッテランがシラクを大差で破り大統領に再選し、直後の6月の総選挙でも第一党に返り咲いた。ミッテランは、ライバルの党内右派のミシェル・ロカールを首相に指名。 ロカールは、社会民主主義と混合経済を柱とする、新中道主義路線を採用する。ロカール退陣後、1991年5月、ミッテランは、エディット・クレッソンを、史上初の女性首相に指名するが、支持率が急降下し、地方選で大敗したため、1992年4月、クレッソンを更迭し、ピエール・ベレゴボアを首相に当てるが、 1993年3月の総選挙では歴史的な大敗北を起死し、共和国連合 RPR のエドアール・バラデュールが首相に就任し、第二次コアビタシオンとなる。1995年5月の大統領選挙で、白クにジョスパンが敗北しゲイアしたが、日程を繰り上げて行われた1997年6月の国民議会総選挙では、 選挙前の予想に反して第一党となり、共産党や緑の党などと共に、左翼連合政権を発足させ、リオネル・ジョスパンが首相に就任した第三次コアビタシオン。2002年フランス大統領選挙、6月国民議会総選挙と連敗しげや、ジョスパンが引退し、彼に続くリーダーが不在であるが、2004年の欧州、議会選挙及び地方選で対象し、 統政は回復。当主、フランスはオランドの事実婚の妻セゴレーヌ・ロワイアルは2006年4月7日、2007年、フランス大統領選挙への事実上のキャンペーンを開始。11月の党員投票により、同党の大統領候補に決定した。しかし2007年の大統領選挙では、ニコラ・サルコジに得票比47対53で、敗北。サルコジ新大統領による、 フィニョン内閣組閣でクッシュネルが外務大臣として入閣するなど、党員や支持者中の有力者でサルコジに組みする者も現れた。2007年国民議会議員選挙6月10日17日投票では46議席増の186議席を獲得したものの選挙後にオランドとロワイヤルが事実婚の解消を発表し、引き続き統制は 混沌とした。2008年3月の地方選挙では、支持を伸ばす。2008年11月に行われた党首選では、左派で、リール市長のマルティーヌ・ノブリーが立候補し、その結果ロワイヤルは敗北する。その後、集計作業をめぐり双方が対立し、党員の中には、その混乱ぶりに呆れて、離党希望者が続出した。最終形により、 おぶり陣営の勝利が確定。2010年3月に行われた地方選においては国民運動連合を中心とする右派の得票率36%に対し社会党を中心とする左派連合が54%もの得票率を上げ、殺し加党を含む本国の22の地域圏のうち21地域圏を制するという地滑り的な圧勝を遂げた。2011年10月 党内の予備選挙によって、フランスはオランドがオブリーラを破って2012年の大統領選挙の候補に選出された。そして、2012年の大統領選挙では5月6日に、投開票が行われた第2回票、決戦投票で、オランドが現職のサルコジを破って当選。ミッテラン以来17年ぶりに、社会党出身の大統領が誕生することとなった。 大統領選挙に引き続いて行われた議会総選挙では、優等も含め314議席を確保して、国民議会の単独過半数を制した。これにより、社会党を中心とする左派勢力は、上院、下院、県議会、地方議会、主要都市の市長のすべてにおいて多数派を形成することとなった。2012年10月、オブリーに代わり、アルレム・デジールが、 2014年4月、アルレムデジールに代わりが新たな第一書記として選出された。当初は所得の再分配による福祉拡張、金融規制等の左派政策を打ち出して選挙に勝利したオランド大統領であるが、実際には政権ではマニュエル・バルス首相等の社会党右派が実権を握り、経済政策でグローバル企業への優遇策、 労働規制緩和と緊縮財政等の新自由主義路線を推し進め、党内左派や労働者層の反発を招いた。外交政策では対米協調路線を進めた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。